はい、どうもクラウドです、今回もマリオカート7をしていきます。はい、皆さん今日は何の日か知ってるでしょうか。そう、9月9日救急の日ということで、救急の日、まあもちろんねマリオカート7を救ってほしいっていう日みたいな感じですね。うん、なんでマリオカート7を救ってもらいましょう。今日こそはいい部屋があるかもしれませんし、どういう感じがあるか分かりません。僕のミスです、今のは。はい、まあね、救急車が来たら、即終了にしましょう。多分救ってくれるって感じだと思うんでね。なんで今の俺赤コーラ食らうの。側面投げされたか、やばい。まずいわ。マリオカート7じゃなくて僕の方を救ってほしいかもしれませんね。さあ、これ戻せるかな。結構きついな。ミラーだし。さあ、どうしようかな。こんだけ差ができたらきついよ。そんな回避くらいしかできるもんねえよ。即さん打ってくれるかな。一応入ったけど、いやー、打つか打てないか。打てないな。あ、ラッキー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 。よし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 、救ってくれたけど、ちょっとこれは怖い。オッケーオッケー。あ、近くなった。ナイスナイスナイス。サンダー回避でちょっと希望が見えた。さあ、ショートパイ行く勢はいないと。うん、怖いね。さあ、まあトゲ来たら負けだけど、まあ、今日は僕を救ってくれる日みたいな感じなんで、はい、まあ、トゲも来ないでしょうと。まあね、僕も救ってほしいけど、いや、マリオカート7も救ってほしい。そしてマリオカート7勢も救ってほしいという、そういう感じですね。はい、なんだ。なんで今日は記念日っちゃ記念日かもしれませんね。多分この動画を撮った後には生放送をしてるでしょうね。マリオカート7を救ってほしい生放送みたいな感じで。いや、わからんけど、どういうタイトルでやってるかは知らないけど、運だけ勝利しましたと。いやー、1レース目救われたわ。さすが救急の日。ね、まあ、セブンズデーだけじゃなくてね、今の社会的な感じでね、大変かと思いますけどね、救ってもらいましょう。今日という日で。ちょっとようわからん締め方だな。まあいいや。3レース後やります。皆さん、救ってください、このゲーム。4人しかいません。助けて。寂しいよ、このゲーム4人しかいないなんて。ああ、ターボも止まらなかった。ああ、ごめんなさい。ああ、ごめんなさい。僕がターボ止まらなかったおかげで、犠牲者が出ました。すいませんでした。いやー、コイン美味しい。さあ、うまいこと FB 投げられたらきついが、どうでしょうか。さすがに遠すぎるからきついかな。しかも、セブンの FB は3個までしか出ないからね。赤さんか、きついね。そうだよね、消えるよね、なんか。あ、そこも消えるんだ。まあいいや。とりあえず、まあこれ、待機してもあんま意味ないんで、ちゃちゃっと行きましょうか。ちょっと、弱いから捨てようかなって思ったけど、まあいいか。これは、もう一被弾はやめたい。まあこれは投げてくれるでしょう。なぜ投げない。君が1位になれたのに。もったいない。ちょっと。いや、でも赤さん持ってるから投げてほしいけど。どうしようかな、これ。これ絶対使う。どうなってるか。なるほど。じゃあ、まあ、あとはトゲ勝ちしましょうか。ちょっと俺の予想外的な感じだったけど、まあいいわ。ボムでやるつもりだったけど、やれんかったわ。まあいいでしょう。盗まれるよりかは絶対使った方がいい。まあ、トゲはもう来ないし、さすがに。4人部屋で2回来るのもなかなか珍しい気がするけどね。さあ、ここでジャイログライダーをしたいところですが、僕はできません。いやー、今回の
今回はセブン、ラッキーセブンに救われたという感じでしょうか。はい、いやさすが救急の日、いろいろと救ってくれます。まあ、ゲーム的な存在、マリオカート7の存在は救われてない気がしますけどね。さあ、こっから救ってくれるのでしょう。はい、救ってください。なんと一人だけ増えました。めでたいです。はい。ありがたい。神のお恵みでしょうか。わかりません。さっきから初手がせこいです。まあこれは鬼の前張りしましょうかね。ナイスタイミングで消えてくれる。今日は来なかったね、救急車。さすがにね、俺の配信結構ね救急車が来るで有名なんですけど、俺自身が、今日はそんなことはなかったね。いや、まあ、救急車なんて誰も使わない、そういうね、感じでいいと思いますけどね。平和な世界が訪れてほしいですが。あぶね。ああ、ミスってる。クラクション出れ。8デラックスから輸入しろ。まだ耐えれるか。とりあえず1個分の、長打あったって感じだな。まあ、キノコショートカットで負けるっちゃ負けるね。どっからゴムが来た？怖いね。さあ、これ怖いよ。ギリギリ。まあ、イカスミが邪魔だったから許してほしい。もしかして俺の順位が報われてるのか、これ。救ってくれてるのか？ニンテンドー。もしかして、お前救急車だったのか。もうぐちゃぐちゃ、意味がわからんわ。まあ、せっかくなんで4連続1位狙ってみましょうか。はい。部屋の人数は少ないんですけど。任天堂さん、僕たちを救ってください。またキノピオサーキットです。同じコース連投できるようなシステム、やめていただけませんか。頼みます。というわけで結局また5人部屋です。はい。ありがとうございました。コインが全然取れない。結局救急搬送されたこの5人は救われることはなかったようです。ありがとうございました。ちょっとね、なんかよくわからんこと言ってるわ。さあ、ゴリラくんが来るね。近寄ってきますよ。結構ね、この5人目あって来るんだね、トゲとか。なんか体感さ、本当に普通より来る気がするんだよね。いやー、当たんねえか、今の。惜しいな。まあ、ここら辺にやってったら、ちょっと走りにくいでしょ。ちょっと遠いってるか。なるほど。ちょっと、角度が悪かったね、今の。お、ここで全部使ったか。もったいない。オッケー。これはいいジャンプ。世の中にはいいジャンプ、悪いジャンプがありますからね。さあ、ぶっ破してくるけど、もう時すでに遅いと。まあ、僕の順位だけは救われたということで、まあ、さすが救急の日といったところでしょうか。そういう感じで締めてもいいですか。はい。まあ、ぜひ、任天堂さんは、僕たち、マリカセブン勢、そしてマリオカート7を救ってほしいなという、そういう日でございます。はい。ぜひ、皆さんも救ってほしいコメントをお待ちしておりますんで、任天堂さんに、僕たちの任天堂に救ってもらいましょう。ありがとうございました。